お父さん、お腹大丈夫？まあなんとかね。ちょっと車止めるところ間違えちゃった。悪いけどここで降りて歩いて行って。はいよ。ICU に？入院直後から意識が混濁しておりまして。どうして？ただの微熱と腹痛でしょ？細菌性胃腸炎って食中毒みたいなものだって。些細なことが大きなリスクになるのが渡辺さんの体なんです。今はエクモを装着して何とか持っている状態です。エクモってあの、そんな。しまゆうのアトリエ。明るくおおらかな性格で、俳優としてだけでなく司会やタレント業などでもお茶の間を賑わせていた渡辺徹。2022年11月28日に61歳という若さでこの世を去っていたことが所属事務所によって明らかにされた。おしどり夫婦として知られていた妻であり歌手の榊原郁恵との共演も多く、長男である渡辺裕太もまた俳優やタレントとして活躍を見せていた。早くから頭角を現していた一方、常に健康不安と向き合っていたという渡辺。その生涯とはどのようなものだったのだろうか。1961年栃木県小山市で出生後、3ヶ月で茨城県古河市に引っ越した渡辺。サッカーが大好きで学業も優秀。小中高等生徒会長を務めるほど人望が厚く、将来の夢を問われれば弁護士と答えていた。そんな彼の運命を変えることになったある出来事とは。皆さんありがとうございました。よかったよ。すごい、芝居ってこんなにも人を感動させることができるのか。高校時代にボランティアで役者として参加した地元の高齢者に向けた演劇。舞台に立つことで大勢の人の心を動かす嬉しさや素晴らしさを強く感じていた。この経験がきっかけとなり、高校卒業後演劇界の東大とも言われる文学座の門を叩いた渡辺。2300名の受験者のうち合格できるのはわずか60名。演劇研究所で過ごす1年間でさらに10名に絞られる厳しい世界。しかし持ち前の運動神経と180センチの長身から第二の中村雅俊として売り出されていた渡辺。まだ研究生だった1981年、あの国民的ドラマのオーディションに臨んでいた。渡辺君、やったよ、合格だ。本当ですか？これで君も晴れてブラウン管デビューが決定だね。信じられません、ありがとうございます。渡辺が合格を勝ち取ったオーディション、それは当時人気絶頂だったテレビドラマ太陽に吠えろ。犯人を中心に描かれていたそれまでの刑事ドラマとは違い、主人公の石原裕次郎を中心にした所轄署の捜査一課のメンバー一人一人にスポットライトを当て、刑事を中心にしたストーリーを展開。1972年から15年近く放送が続けられ、最高視聴率は 40% にも達する大ヒットドラマだった。太陽に吠えろは熱く男臭い刑事ドラマとして人気を博しました。しかし80年代に入り、大きな曲がり角に来ていたんです。曲がり角とは？裏番組では3年 B 組金八先生が高視聴率をマーク。桜中学シリーズではタノキントリオや渋垣隊が生徒役として、ジャニーズアイドルが大挙として出演していました。つまり時代が変わりつつあったと。太陽に吠えろもまた都会的でライトな刑事を求めていた。そこでプロデューサーがアイドル的人気を狙って目をつけたのが、当時まだ19歳で文学座の研究生だった渡辺さんだったんです。ラグビー経験があるという設定のもと、ラガーデカの愛称で親しまれていった渡辺。長身で端正な顔立ちから人気は瞬く間に上昇。しかしその人気ぶりは渡辺を思わぬ方向へと導いていた。おいおい渡辺、お前また食べてんのかよ。次のシーンで走れるのか？何言ってんすか、走るために食うんじゃないですか。それにしても一体どうしたんだよ、その大量の弁当。ファンの子たちが次々に差し入れてくれるんです。ほらお菓子もいっぱい。それにしたって全部食うことはないだろう。食べなきゃみんなに悪いですからね。あ、すみません、次のシーンまでもう一個弁当食っときたいんで。大丈夫かよ。人間は走っている時が最も美しいというメイン監督の信念のもと、徹底的に走らされていた太陽に吠えろの新人刑事。さらに演技経験が少ないまま大役に抜擢されたとあっては、そのプレッシャーから誰もがみるみる痩せていくのが通常。しかし渡辺はというと、おい渡辺、お前また太ったんじゃないか？そうですか？自分じゃあんまりわからないんすけどね。あれだけ食ってりゃ痩せる暇もないか。食ってる時が一番幸せなんですよ。
ドラマデビューの翌年には歌手としてもデビューを果たしていた渡辺。セカンドシングルが CM に起用されるなど大ヒットをし、その人気はうなぎ登り。撮影中、ファンから大量に差し入れられる弁当などを残らず一人で完食。約4年間にわたる出演の中で、登場時と殉職時ではまるで異なる風貌となっていた。すでについていた大食感のイメージもあってか、その後は料理番組にレギュラー出演。収録のたびに高級料理を平らげ、余った分は容器に詰めて持ち帰るほど。太陽にほえろ登場時は69キロだった渡辺の体重は130キロ前後にまで増えてしまっていた。そんな中、1984年に放送されたテレビドラマ「風の中のあいつ」での共演をきっかけに交際に発展したのが、後に渡辺の妻となる榊原だった。渡辺さんはそもそも高校時代に部屋にポスターを貼るほど郁恵さんのファンだったんですよ。人気絶頂のアイドルでしたもんね。二人は1987年に結婚したわけですが、その披露宴というのがとにかくすごかった。3メートルもあるウェディングケーキが話題になりましたよね。テレビで完全生中継もされたんです。視聴率は 40.1% だったとか。結婚後も仕事は順調だった渡辺。司会やタレント業が増える一方、1998年には大河ドラマで西郷隆盛を好演。文学座の俳優であることから年に 1,2 回の舞台も欠かさず踏んでいた。しかし、え、糖尿病？血糖値が600もありますね。先生、普通は血糖値ってどのくらいですか？100以下が望ましいですね。600は極めて異常な数値と言えるでしょう。まずは体重を減らすために食生活を見直してください。そんな、食べることは俺の生きがいだって言うのに。幼い頃から肥満体質だったという渡辺。俳優デビュー直後に痩せていたのもつかの間。1日6食摂取し、1回の食事で食べる弁当は3人前。1.5 リットルのコーラを水代わりに毎食飲み、何でもマヨネーズをかけるマヨラー。カルピスを原液で飲むこともあり、1日の摂取カロリーが6000キロカロリーとなることも当たり前の日々。さらに、1日100本ものタバコを吸うヘビースモーカーでもあった。ある時、収録途中に胸が苦しくなり、病院に駆け込んだところ、急性糖尿病と診断。渡辺がまだ30歳の頃だった。もういい、なんで俺のだけ少ないんだよ。しょうがないじゃん。お父さん痩せないといけないってお医者さんからも言われたでしょ？そんなこと言ったって、これはないだろ？もっと入れてくれよ。ダメって言ったらダメ。なんだよ、畜生。せめてこれで腹を膨らませるか。あ、お父さんマヨネーズかけてるね。没収。冗談じゃねえよ。いい加減にしてくれって。マヨネーズは禁止。なんで俺だけ食べられないんだよ。いいな、ユータは腹いっぱい食べられてさ。渡辺の健康をサポートしていたのは何より妻の手料理だった。病院食より厳しいと渡辺に言わしめるほど徹底した管理を続けていた榊原。そのあまりのストイックさから医師から栄養失調だと言われることもあったほどだという。しかし、食べることが何よりの楽しみであった渡辺にとって辛いものでしかなかったダイエット。一年発起してジムに通っても運動はせずにジム内のレストランに通い詰めるなどリバウンドを繰り返していた。急性糖尿病と診断された後も渡辺さんは奥様の目を盗んでは暴飲暴食を続けていたようですね。2012年には心筋梗塞を発症しています。これは心臓の血管が油で詰まった状態ですが、慢性糖尿病へと進行したことで血管の壁がボロボロになっていたのでしょう。マヨネーズを飲むこともあったそうですから。この時は心臓カテーテルで血管を広げる手術を行いました。さらに2013年には膵炎で緊急入院もされていますね。これも糖尿病が原因です。糖尿病は体の至るところに悪い影響を及ぼしていきます。他にはどんな症状が？進行すれば足に血流がいかなくなって腐ることで切断を余儀なくされたり、視力を失うこともあります。渡辺さんの症状も年々重症化してきていたのでしょう。糖尿病の進行により腎臓の機能も低下していた渡辺。2016年、55歳でついに週3回の人工透析を開始。体内の血液を一旦外に出し、人工的に浄化した後、再び体内へ戻すという1回あたり4時間にも及ぶ治療を一生続けることになった。渡辺さんが週3日通っていた人工透析ですが、その間の休みの日には、腎臓に排出されない尿が溜まった状態になります。本来腎臓でろ過して排出するべき機能が低下している状態ということですね。
その蓄積した尿毒素をはじめ、過度な食事制限による貧血や栄養不足により免疫が低下しやすい状況になっています。渡辺さんはそもそも糖尿病を持っていらっしゃったので、さらにそのリスクは高いと言えるでしょう。感染症対策には人一倍気をつけないといけません。2021年には大動脈弁狭窄症の大手術をし、リハビリ生活も開始。糖尿病を起因とした渡辺の体内は徐々に蝕まれていった。そして、む、いっ、た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 、どうしたの？お父さん、なんか腹が、いっ、た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 、病院行く？昨日から微熱も続いてるし。そうだな。わかったわかった、車まで歩けそう？なんとかね。2022年11月20日、自宅で突然腹痛を訴え始めた渡辺。前日には医療フォーラムで自身の闘病を語るべく秋田まで出向いていたものの、微熱があり、リモート出演に切り替えていた。新型ウイルス検査もしていたが、結果は陰性。都内の病院を受診したところ、細菌性胃腸炎と診断され、緊急入院することになった。直後から意識が遠のき、 ICU での治療が開始されたという。その後、敗血症を発症した渡辺は11月28日とうとう帰らぬ人となった。始まりは単なる微熱から始まった体調不良。しかし細菌性胃腸炎に感染したことをきっかけに、全身の臓器の機能障害を引き起こす敗血症を発症。あまたの病気と戦い続けてきた渡辺の体は、周りが思う以上に疲弊していたのかもしれない。改めて郁恵さんから徹さんに送る言葉とは？感謝しかないです。棺の中に入れたものは何ですか？山盛りのご飯ですね。お父さんもう制限ないからって言って。12月5日、揃って会見を開いた榊原と長男の雄太。最後は天の渡辺に声をかけながら、家族3人で共に会場を後にしていた。芸能人としての渡辺の意思は、きっとこの2人によって受け継がれる。誰もがそう確信した瞬間だったのではないだろうか。今はただ静かにご冥福をお祈りするばかりだ。